今の魔王も、微妙な立ち位置ではある。オーガさん、二刀？あなたを作ったのは？私自身です。返答としては期待されるそれだ。神は、神自身により創造された。ただこの結果、どっちがいいと思う？右でいいのでは。違うよ、左が正解だ、と、そんな会話が、この、オーガさん、お前には起こることになる。決めることはできても、自身から発言はしない。上の例は、先の提案に対して他者が反論、勝利した状況。問題はない。が、擬人化した状態だと、応答はなんだか安易だ。理解してないと、微妙な憤りがある。ともかく今の魔王は、その、オーガさん、に逆らうことはできないが、逆に逆らわない限り、その第一の提案は、できる立場なわけだ。相手とのシンクロをすることでストレスはなくなっていく。ただ、事前にその説明はない。